オーディトリアムとは、劇場や、コンサートホールなどの中にあり、パフォーマンスを見たり聞いたりするための場所のことを指す言葉。映画館では、スクリーンの数だけオーディトリアムが用意される。この言葉は、古代ギリシアオーディトリアムに由来する。半円形観覧席があり、同心円のジアゾマタと呼ばれる幅広ベルト状の通路で仕切られ、縦に伸びる通路でそれぞれは11列の座席区画に、 仕切られていた。ドイツのレーゲンスブルクのビスマルク広場にある市民劇場のオーディトリアム現代の劇場では通常、聴衆は出演者とはプロセニアムアーチで仕切られているが、その他にも様々なステージ形態がある。オーディトリアムは交語ではハウスハウスとも言われる。オーディトリアム内の座席に対して支払う値段はステージ上で行われる内容の質によって異なるのが一般的である。 観覧席スペースには以下のものが含まれる。オーディトリアムとは、教会では、ネーブと言われる場所で日本語では、本堂や振動と言われる。ここは、聴衆が起立する場所である。修道院では、初めて訪れた人のための受付用の建物を指す。ありがとうございます。